皆さんこんにちは、東京ファンタスティック201です。本日1月28日から、開催いたしましたキリスプリングエキシビジョンより、デザイナーのキリさんとご一緒に作品のご紹介をしてまいりたいと思います。皆さんこんにちは。キリさんもこんにちは。キリです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すごくいい天気で、ね、そうなんですよ、ディスプレイも今テンション上がってます。テンション上がっております。テンションがバッチリと綺麗な色に見える。はい、照明なしで素晴らしい。あ、そうですね、ありがとうございます。では早速なんですけれども、はい、作品のご紹介してまいりたいと思います。はい、まずですね、今回 のキリさんの、スプリングエキシビジョンでこちらの DM ですね、でも使用させていただいたリングをいくつかお伺いしたいと思うんですけれども、はい、どちらでしたっけ、この三角、こちらですね。はい、こちら、はい、あ、見えるか、あ、ピントが、ごめんなさい、ピントがすみません、あ、合いました。はい、これですね。はい、アイオライトサンストーンのかなりシックな色味、深い色ですね。そうですね、になりますけれども、ちょっと明かりが取れるところに、失礼しました、このような、そうですね、感じですね、三角の、はい、結構シックに今出ちゃってますけれども、まあ、ちょっと明るいというか透明感があるかな。はい、なかなか難しい方向いきますね。それつけてみた方がいいかな、はい、ぜひお願いいたします。よいしょ、こんな感じで、ああ、大きさはね、そこまでこう、はい、大きい大ぶりではないんですけれども、このレーシーな素材と相まって、まあ、ゴールドとこのちょっとブラウンな感じが、ね、思いました、かっこいい感じになりますよね。そうですね、手元をこうキリッと引き締めてくれるような作品になってますね。こういうやっぱり色味とも合いますね。ちょっと明るいお色とも合いますね、お洋服と、はいはい、でもこう春先とかもね、明るい色味と合わせて、あ、はい、使っていただいてもいいと思います。あ、いいですね。でこちら反対にするいつものご紹介ですけど、いや本当逆さでも使えるのが、そうですね、まあ、その上下なく印象また変わります ね、 そうですね、使っていただきます。綺麗、はい、こんな感じですね。はい、はい、素材とか言った方がいいですか。あ、ぜひお願いいたします。はい、10金製になっていて、はい、15サイズでお作りしてますけど、サイズ直しもできるので、はい、ご相談ください。はい、お値段こんな感じになってます。はい、右が税込み価格ですね。ありがとうございます。はい、次行きましょうか。はい、次もどんどん活かしていただきます。あとさらに、ちょっと大ぶりの、そうですね、白いこう、はい、こちらですね、これはすごい、ね、このどこから見ても立体的な、ね、そうですよね、この、はい、存在感が、ね、下雲が浮いているのかな、はい、みたいな感じのガーデンクォーツですね。はい、このガーデンクォーツね、いくつも今までご紹介してるんですけど、真っ白っていうのもなかなかね、こう、ああ、ここまで、そうなんです、綺麗なホワイトが、白っていう白がね、こう中にドンといるっていうのも、いやー、素敵、まあ、珍しく、そしてやっぱりね、はい、高さがあった方が、はい、この楽しめる、この石に、ね、いやですね、はい、あ、コメントありがとうございます。もやもやいるっていうそうですね、もやもやいますね、はい、中にもやもやが、そうなんです、不思議ですよね、はい、とっても不思議です。これがもう天然でそのできている、そうなんですよいや本当に不思議です、不思議ですよね、私もこうよく分かってませんけど説明を詳しくできないんですけれども、はい、もうどうしたらこうなるのか、ね、なんです、芸術のような、この水晶の中にこう、まあ、違う、ね、鉱物が入っていくというか、はい、なるほど、もうダメですね、言うのやめとこう、これ以上はい、はい、ありがとうございます。はい、で、サイズ直しもできる、はい、このネジネジしてますけど、サイズ直しできます、ちょっとこう幅のある感じで、そうですね、はい、イラストサイズになった時にとってもフィット感のある腕になってますね、アームの部分ですね、はい、なってます、はい、こんな感じ、はい、こちら、はい、シルバーの925、シルバー925で 15.55 でお作りしてますが、はい、サイズ直し可能になってます。
はい、サイズ直しも可能でガーデンクォーツですね、はい、ガーデンクォーツです、はい、ありがとうございます。すごい写真綺麗に撮っていただいて、バンバン使わせていただきましたけど、ね、ありがとうございます。はい、そしてそして、ですね、もう一つ、はい、こちらですね、ちょっと逆光で、あ、今窓際でちょっとお色味がどうしたらいいかしらみたいになってますけど、ちょっと引きますかね、こちらに移動、はい、移動させていただきます、はい、でこちらは、はい、キラキラしたカットが入っている、うわ、いいですね、これもね、かなりシックな、はい、ね、キリのカラフルの中ではシックなんですけど、あ、そうかもしれないですね、うん、カッパールチルクォーツになります。ルチルクォーツ、そうです、お好きな方多いそうですよね、お問い合わせは本当に必ずある石になりますが、こちらは、はい、あのうちがよく使っているゴールドではなくカッパールチルですね、カッパールチル、色味があのコッパーか、コッパールチル銅の色、はい、はい、ですね、で結構ブラウン味が強い、うん、これは結構実用性といいますか、はい、あの 低いんですね、高さがね、あ、なるほど、平たい石なので、はい、そういう意味では使いやすさがあるかなと思います。お洋服コーディネートとか用途も選ばずに、そうですよね、色味とかもね、はい、そういう意味では、うん、汎用性の効く、はぁ、素敵です。でこちら10金製、はい、ね、10金となっております、はい、10.5 号サイズでサイズ直しが可能なのでご相談くださいませ。はい、いいですね、ですこの横から見た時のここの何ていうんですっけ、うん、地金の枠のところ、はい、このデザインとかも、はい、なんかやっぱりこう高さがこう、うん、抑えられていながらも、うんうん、ちゃんとこうキリさんの世界観を楽しめる風になっているのがたまらないですね、うんうん、たまらないですか、たまらない、細かいところも本当に素敵なお作りになっております。そうですね、見えてきてくるのでね、必ずね、そうですね、楽しんでいただけると思います、はい、はい、ありがとうございます、ここまで DM の、 あの掲載させていただいてた作品のご紹介しておりました。で、あの先ほどもキリさんがおっしゃっていたように本当にあのカラフルな作品ですね、うん、キリさんといえばというところでして、特にこの大ぶりのリング類とかも、うんうん、本当にちょっと惹かれるものが多いんですけれども、この真ん中の真ん中、はい、ちょっと春なのでピンク、はい、そうですよね、はい、行かせていただきます。スプリングエキシビション、スプリング、はい、思い出しました、はい、はい、こちらですね、美味しそうでしょ、いやなんか本当にみずみずしいそうですよね、綺麗なピンクしてますね、うん、実物の方が美味しそうですよね、あ、わかります、わかります、ちょっとラズベリーっぽく映っちゃってますけど、もうちょっと画面の中だとそうですね、はい、もうちょっと柔らかいピンクの色味してます、食べ物でね、どうしても、あ、でも、はい、伝わりやすい、いつもなんですけども、食べ物、はい、はい、美味しそうです、はい、結構大きいです、はい、本当に大きいですね、そうですね、幅、私の指だと幅が超えます、おでもこのね、超えた感じもすごい、はい、手綺麗に見えるし、あのすごいおすすめなんです、ジャストサイズにね、これしたら、あの指に合わせてジャストサイズに、なったらすごくこうバンとこう似合ってくる感じなので、なんか不思議とフィットするような、そうですね、今ちょっと合ってないとこう大きいなって感じがしちゃうんですけど、アームの、ね、サイズがバンと合ってくるとはみ出ていてもおすすめですですね、はい、ちょっと不思議な、はい、こういわば三角のような形をしているのですが、うんうんうん、横一でこういうこのような形ですね、はい、なってます、いや、そしてシルバーでお作りしたこの裏側がね、いや、これですよ、これがもう本当にキーさん本当に見えないんですけどね、いや、こう自分だけが楽しめるそうです、ね、でご褒美のような、はい、大きい石だと、はい、そのあの作業量ですね、単純にデザインのこの量が多くなるので、面積が、そうですよね、より楽しめますよね、本当ですね、はい、でこちらがサイズが16号ですね、はい、16号ですね、はい、でサイドを直しできるのでご相談ください、はい、はい、こんな感じでございます、ありがとうございます。さあ、そして、またこちらもまた変わった、あ、そうね、これも可愛いね、はい、この流れるような、シャシャシャと、わかりますかね、なんかこうなんか繊維質を感じるような、はい、感じの層のようになって、はい、そうですね、なんかちょっと今そうですね、でもすみません、あの狙ったわけじゃないすみません、あふれちゃった、ごめんなさい、余計なこと言ってしまった、いえ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 、はい、でこれ薄
感じになっているのも、ね、結構特徴的で、はい、薄く広くそうです、ね、なってますね。つけた時のぺったんこ感、はいはいはい、がすごくなんか可愛いなって思うんですよね。可愛いほっこり出てるのもすごい好きなんですけど、こうペタってくるのもすごい可愛いなと思っていて、これだと私の場合は中指の方が良さそう。ああ中指、ああかなと思いますが、はあ、このスクエアカートが、そうですね、はい、いいですね。本当ですね、高さも本当に平たくって、でこのね白の感じがねすごく、うーん、季節的にも、まあ、今見ると雪のように見えるし、ね、でもなんかこう爽やかさがある、そうですね、はい、爽やかな白が映えますね、はいはい、こちらスコレサイトという、スコレサイトって、はい、あまり聞かないんですよね初めて、ね、はい、はい、見ました。これシルバー92号で、はい、16号サイズでお作りしております。はい、はい、ありがとうございます。いや本当になんか見ているだけで楽しいありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう一つぐらいご紹介、はい、リングさせていただこうかなと思います、はい、あとは、こちらも、こちらもすいません、はい、していただきます、はい、この内包物がすごいですよね。本当にたまらないですね。すごいいろいろと入ってますね。なんでこの色なんだろうっていうね本当に思ってしまいますけれども、はい、こちらの色味が出てるかな、これくらいかな、ああ、わかりますわかります、うん、はい、もう本当に寒天、また食べるのですいません、寒天寒天感がありますわ、ね、かりやすいです。なんかこうなんかチュルッとした感じもなんか魅力の一つかなって思います。本当ですね、ちょっとこれ照明がなんだな、あ、もう真ん中 にこちらの方があ、で来ちゃう、見えますかね、まあ、こちらがいいや、そうですね、これがいいですね、こわーすごい、もう透けて奥の奥行きがこう、そうですよね、あるのがいいですよね、はい、このアームのデザインも実はチラ見でき、わかります、シルバーの編み状が、はいはいはい、わかります、はい、この編み状の、そうなんです、ちょっとこれ今回は普段ねインクルージョンあるものは、あの透けさせないようにすること多いんですけど、今回はなんかあえて、内包物とコラボレーションみたいな感じですごいまた見え方が変わりますよね、はい、 はい、それより強いインクルージョンがあるので、負けないインクルージョンがあるので、はい、さあのワークも見せてみたんですけども、いいとこ取りで、はい、アームの部分がねこれ幅があるので、あ、本当ですね、今私ジャストサイズですけどフィット感がすごい、気持ちいいです、つけてて、あ、はい、これもね逆さまでまた印象が変わってきますし、またこの石の、はい、あのなんていうんですかね、シルエットがあれですよね、また違いますよね、うんうん、他の石とも、ね、うん、変わってますよね、変わった形か私も表現ができないですけど、はい、なんとも言えない、うん、そうですね、形をしております、はい、カットした方のデザイン力がすごいなと思います、うん、素敵です、はい、でこちらがシルバー925でリモナイトインコーツですね、はい、こちらはあの一点物ですね、お作りは、はい、で 11.5 号サイズで、はい、サイズの直しも受け付けられますので、はい、はい、ぜひ、はい、お問い合わせいただけたらと思います、はいはい、ありがとうございま す。そうですね、で大ぶりなものですね、リング本当に他にもたくさんあるんですけれども、はい、あとはこうペンダント、こちらです、ブローチ、ブローチのところも今回あのいくつかお持ちいただいております。この手前のこれもまた綺麗ですね、またこのいい光が入ってますね、あ、本当ですねすごい綺麗ですね、内包物がこの繊細なところも、そうですね、よく見えますね、はい、今ご覧いただけてるかと思います、はい、結構大きいですですね、手のひらの中でも、はい、はい、大きく輝いてます、はい、こうね、ブローチ横位置になってますけど、ね、色もかもうどこがどこでもいい感じの、あ、止め方次第でお好きにお使いいただけるようになってま す、はいはい、てます、石の重みがあるのでどうしても重さはありますけれども、はい、うんうんうん、地金の部分は軽い感じで使っていただけると思います。あとはこのペンダントヘッドとしてこのチェーン通すところ、通せるところいっぱいあるので、はい、なるほど、通していただければペンダントヘッドとしても使っていただけます。あ、すごい、それはいいですね結構嬉しいポイントです、結構いいですよね、
ですね。手紙なので使っていただけると思います。本当にあの春先これからあのいろいろお出かけシーズンも増えてくると思うので、うん、こうそういう時にこ そ, そうです、ね、はい、まだね上着がいるし、上着につけていただいてもいいと思います。そうですね、とかね、あお出かけが楽しくなりそうです。おすすめです。はい、はい、ありがとうございます。こちらです、ね、はい、こちら、失礼いたします。シルバーでアクアマリン、そうなんです、ですね、この大きさのアクアマリンです。うわこれは本当ですね、本当に立派になっております、はい、お値段がこちらになっております、はい、でもう一つ、ご紹介、こちらの、黄色の、はい、させていただきます。こちらはあのもうキリではおなじみのプレナイトという衣装になります。はい、これも本当に美味しそうな、まあ、綺麗に映りますね。いや本当綺麗ですね。ここの辺がちょっとオレンジ、この辺がちょっと白みたいな感じのグラデーションがあります。黄色の中にも、そうですね、一色ベタッと黄色じゃないのがやっぱり特徴的かなと思います。はい、でこちらですね、はい、シルバー925でお値段がこちらに、はい、そうですね、なっております。これもね、ここにこうチェーン通してあのトップとして使っていただいても多分大丈夫、ね、そうですよね、ちょっとこう揺れるデザインみたいな感じでお使いいただけるのも、はいはいはい、と思います。いいですね、はい、すごい可愛い色ですよね。可愛いです、ね、好きなんです、プレナイトの色が。わかります、取り扱いが多いんですけど、お値段もね可愛く作れるのでいいですね、はい、はい、そこも嬉しいポイントとなっております。はい、ありがとうございます。こちらの、キリスプリングエキシビジョンなんですけれども、今回ですね、この作品以外にもオーダー会も受けたまわっておりまして、こちらもご紹介させていただきます。こうルースからお選びいただけるようになっているオーダー会ですね、キリさんが今回も、はい、厳選いただいております、はい、こんな感じで、これ一部ですけど、はい、こんな感じで、うわちょっといろいろあっていろいろどうしたらいいのか分からないかなと思うんですけれども、はい、このような形で、はい、ご紹介できるので、本日が、本日初日、そうですね、はい、キリさん在録なさっておりまして、はい、オーダー会まだあの枠もございますので、ぜひあのお問い合わせとかご来店もいただけたらと思います。ぜひぜひお待ちしております。こちらがあのあと最終日の2月5日ですね、こちらもオーダー会、はい、あの催していただける予定となっております。ぜひまだあの枠ございますのでお問い合わせいただけたらと思います。こんな感じですか、ね、はい、ありがとうございます。キリさん、作品のご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、最後にごめんなさい、ルースだけじゃなく地金も選べますかと。はい、選べます。あ、選べるということです。こんにちは、コメントありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、失礼いたしました、はい、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしております。